物事を客観視するためにはどうしたらいいでしょうか。客観視することを仏教では何というか分かります？客観視することを仏語でですか？仏語でこの真宗聖典の中にもある言葉で正見違います。客観視を邪魔するものは何？煩悩。まあそういうふうに言いますか。邪見。煩悩。客観視を妨げるものは煩悩。煩悩っていうのはね、例えるならばどういうふうに例えると思います？煩悩。そう、煩悩をいわゆる客観視に対して煩悩が邪魔をする、煩悩っていうのはどういうものをどういうふうにここでは例えられる？欲目でしょ。うん、いや例え煩悩っていうのを例えるときに、まあ、雲みたいなもんじゃん。雲ではないです。水を入れて いっぱいにする。その底に10円玉を入れる、ね、客観視っていうのはどういう状態？まあ、それが10円玉がそこにあるなというのをしっかり見るという状態です。10円玉の形が変わらないように、ね、上から見るっていうことなんです、ね、だけど煩悩っていうのは正しく見れませんので、例えば10円を100円に見たりとか。10円は100円に見える？違う10円は100円に見えるじゃないですか。煩悩っていうのはこの例えで言うと横から、正しく見れないという状態だと思いますので、煩悩っていうのはこの10円玉の例えで、客観視っていうのはね、この10円玉をまっすぐに見るってことですね。はい、ね、煩悩っていうのはまっすぐに見れないわけですから、まっすぐに見れないではなくて、まっすぐに見れないようにするんです。あ、自分でですか？そう。あ、なるほど。だからここにね、色をつけたり、ね、または涙出せて見えないようにする、ね、これをね、どうだったかな、403ページ。ここに左から1、2、3、4、5行目かな。1、2、3、4、5行目に、例えば水を持って影を取るに、小と上を相助けて成就するがごとし。ね。
生と情を生と情を愛助けて成就するわけです。これが客観視ができている状態ってことです。生っていうのは水がきれいで澄んでいる、水が濁ってない、濁ってなければ上からまっすぐ見れる、ね、情っていうのは水が透明、いわゆる波立ってない、波立ってなければ形がまっすぐ見える。ということは煩悩っていうのはね、この十円玉っていうのは私にとって何か都合の悪いものが映ってるっていうことなんです、自分にとって。だからそこが大事なんですよ。客観視するためには、ね、客観視するためには何が自分にとって都合が悪いかっていうことを知ることが大事なんです。それが阿弥陀仏に救われて信心欠如すると、ね、どんなに煩悩を起こして雲や霧のね心を起こしたとしても光が貫いて、ね、そこに影を宿すっていう、この影によって十円玉が分かるんです。だから阿弥陀仏に救われた人はこの自分の姿、これを仏教では実相とか真実っていうふうに言うんです、ね、これを真実の知恵っていうんですね。402ページ右から1行目に真実の知恵、真実が分かる、これが阿弥陀仏に救われた人の世界なんです。真実が分かるから、だから煩悩を起こして、ね、見えないようにしてもこの十円玉が分かるので、で客観視ができるんです。救われる前はそれはできないってことですか？救われる前の人は具体的にこの十円玉の中身を全知識から聞く必要があるんです。あ、そういうことなんですか。だから阿弥陀仏からね、その直接照らされるわけじゃないけど、この十円玉を全知識から聞くことによって実際に阿弥陀仏に救われてると同じ効果が得られるってこと。だから私たちは別に信心欠如するかしないかっていうことと関係なく浄土に行けるんです。ということは教えてもらわない限りは分からないってことでしょうか？そう、教えてもらわない限りには分からない。そういうことなんですね。そう、だから客観視するためにはこの部分をね、全知識に聞いて聞くってことは別にね、教えてくださいって言っているものじゃなくて、自分が見えている世界を少しでもこう話をしてもらうことによって、あ、こういうことが隠れてますよと、こういう自分を見たくないんですよっていうことを教えてもらって、自分が腹を立てた時に、あ、これが見たくないんだっていうことに気づいて、少しずつ煩悩から離れていくことができる、客観視ができると。ということは世間一般の人が現実が合わなければそれは分かりようがないってことなんですか？そう、分かりようがない。そうです。だからどうしても全知識の存在が必要になってくる、そういう意味で言う必要なんですね、はい、そう、だからね、阿弥陀仏に救われた人、信心をいただいた人じゃなければ人を導くことはできないんですか？そういうわけではないんだけども、この十円玉を見抜く力が普通の人にはないと。
よくわかりました。そういう意味ではこういうご縁が大事だということですね。そう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 。で具体的に自分の心の世界を語ってもらう必要があるわけです。僕もそんな超能力者じゃないんですけど、語ってもらうことによって何が隠れているのかっていうことを分析して、でこうですよっていうふうに教えてもらって、あ確かにこういうものが隠れていますねっていうことが分かると。そうするとこのね、いわゆる前日の説法を通してこの真実が分かるわけ。あとはこの真実が分かるのはただ教えてもらってるだけじゃダメなんです。実際に恐怖に打ち勝って、その自分の中で見たくないって思ってるものと向き合わなければならない。それが実生活なんですか。そう、実生活を通して火の中に飛び込む、これが大宇宙が火の海になってもその中を突破して聞けっていう、もうそれが修行に当たるわけね。それが修行、そうそう、そう。でどうしてもそれが突破できない時には全地がそばにいて、なるほど、で背中を押してもらって前に進む必要があると。助けてもらうんですね。そうそうそう、どんなに教えてもらっていたとしてもそれが本当だって分かるためには勇気を振り絞って見ないといけないんです。だから環境がいるわけで、そういう意味では環境が大事なわけです、ね、そう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 、それが二画脈動の例えの一歩ってことなんです。そこで水の川、火の川の話があるのはこれ煩悩、いわゆるこの十円玉を隠そうとする働きってことだけど、勇気を振り絞って一歩進むと二歩目が出やすくなるってこと。そうやって一歩二歩進んでいくことによって二画脈動を渡って浄土に往生することができる。いわゆる浄土に往生するっていうのはもうどんなことがあっても煩悩が起きてこなくて客観視ができるようになる。なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。ということでやはり現実的にならなければ客観視しろと言われてもできないってことになるわけですね。できない、そう、一般的に進めてもそれは難しいことだということになるわけです。そう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 、ね、そこを見抜く力が、ね、ないんです。全知識しか、もちろんね、全知識阿弥陀仏に救われてなかったとしても全知識から教えを聞いていくことによってね、ものの道理が分かってくると、あこういうことなんだっていうことが分かります。人のこともね、自分の姿が分かってくると人の姿もだいぶ分かってくる。それは分かります、はい、あこういうのが隠れてるんだ、大体パターンが決まってますから。なるほど、いやこういう場に来ることがいかに大事かということ。そうそう、来てその語ることが大事ってことなんです。そうですね、自分のことについてこういう、例えば怒りが起きたら具体的にどんなことが起きたかっていうことを話をして、でその時にどう感じたか、どう見えたかっていうことを話を事細くすることによって、あこういうことが隠れてますよっていう、こういう自分を見たくないんですねと。あとはそれが本当にそうかっていうのは自分で確かめてみないといけない。でそれが確かめてみた時に真実が分かる。だいぶ私も変わったと思います。清盛さんと、まあ、グリドになってから、まあ、8年ぐらいになると思うんですけど、8年前の自分と今の比較するとかなりやっぱり心が変わったなという実感は持てますので、うん、まあ、多少なりとも一歩が進んだのかなという気はするんですけど、まあ、まだまだちょっと そういう途中かなというところだと思いますので、はい、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。はい。